ライブを。で、これでライブを配信にして、YouTube で見るのかな。ああ、出てるっぽいな。こんにちは。いいのついてますね。あ、ほんと？あ、ほんと ?18 個もついてる。ありがとうございます。こんにちは。はじめましてどうも。どうぞ。なんかでもちょっとなんかタイムラグありますね。あ、そうですね。ちょっとありそう。ちょっと待ってください。ちょっとね、まずこれツイッターで宣伝をしてまいります。あ、いいですね。僕もなんかツイッターで。あ、ぜひぜひお願いします。持ってきますね。あ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。せっかくですからね。一般見てもらった方が。そうですよね。はい、僕はもう本当に純粋な、ファンでですね。政治というよりもですね。いや、もう本当に、タンバリンだけでよく10年間生きてる。すごいと思って。まあもう結構、いや、すごい。あんまりを足りながら聞いてる。いや、すごいことですよ。いやいや、ありがたいことですよ。改めまして、今日ですね、岩田敦史チャンネル、初めてですね、もう、新境地ですね。今日はですね、私が尊敬してやまないですね、芸人のゴンゾーさんをですね、お招きしました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、初めましてなんですよ。で、私、ツイッターで、最初にね、経緯を申し上げますと、私自身は、私のね、はい、同僚で友人の先生が、はい、政治学者がいましてね、はい。で、もう大学ちょっと変わっちゃったんですけど、もうね、大ファンだったんですよ。あ、そうなんだ。で、もうね、はい、で、その大ファンの先生からですね、もうとにかく岩田さんこれを見てくれというふうに言われて、で、もう、拝見したんですね。したら、誰やこの人と思って。で、ね、外国で、やってますよね。はい。それで、なんか、何も喋らずに、もう、タンバリンだけでやっておられるから、これはすごいなと思って拝見してたんですけれども、ところがですね、また、最近、はい、ツイッターで、はい、あれ、いつ頃からですか？ああなり出したのは、はい、ちょうど愛知の。トリエンナレ。はい。あれからですか？あれからです。あれは本当に腹立ちましたね。はい。なんか、やっぱりね、芸術って言っても、まあ、例えばね、ゴンゾーさんのタンバリンを見て、はい、不愉快に思うって人あんまりいないと思うんですよ。格好見てたまに言われるけど。ショーやるときなんか、表現の自由ですって。割と受けたりとか。だけどね。いや、あれは正直だから僕も、うん、お笑い芸人っていうことで、芸術の一端なんですよ。はいはい。芸術の一端としてあれを見たときに、はい、愛を感じなかったんですよ。愛をね。愛を。愛知なのに。愛知なのに。愛を知ってるはずなのに知らなかった。知らなかった。で、しかも、言ったら、なんすかね、まあ、僕らの先祖である。そうそうそう。まあ、天皇陛下もそうですけど、うん、特攻隊ね、うん。あの臨時を見たときに、さすがにちょっと僕はあれを、何かの芸術表現だと捉えられなかったんですよ。うんうんうん、で、怒りを感じて、はい、で、ちょっと大村知事もそうですし、はい、一緒にやってたラサールさん。ああ、いましたね。はい。ラサールさんが、芸術表現には、うん、いいことも、その、やっていいことも悪いことも区別がないんだとか書き上がるんで、はいはいはい、すいませんね、先輩なんであんま言えないですけど、あのこと書いてたんで、うん、それは違うと。違いますね。やっぱり道徳があって、そういうモラルがあってこその芸術であるっていうことを僕は思ってたんで、うん、それを言った時に、まあ、いろいろ反響があって、はい、そこからもう受け止めるしかないと。そこからそういうな感じに今流れてしまった、ね。いや、でもね、やっぱ私はね、この、一つの令和のね、大きな象徴的な事件だと思いますよ。うん、いや今までね、そのいろんなことありましたけれどもね、天皇陛下の顔写真燃やしてね、これ芸術だって言い張るね、こんなの認められたことないんですよ。本当です、本当です。あんなことはもう、何が芸術だと。いや、僕はね、だからね、お前はね、見たこともないのにそういうこと言うのかって言われるのが嫌だから、実際見に行ったんですよ。行ったんですよ。すごいですね。だからね、名古屋の方はなんか、人数の制限があったから、ちょっと入れないだろうと思って、私が行ったのはね、広島で、プレイベントってのがあったから、桃島ってところに行ってですね、見てきたんですよ。はい、でね、全編見たんですよ、はい。これ芸術だって言うからね。一部を切り取られて侵害だとかなんか言ってるから、じゃあ全部見てやろうと思って見たらね。全編、もうおかしいですよ、いや、そうですよね。
あ、僕もちょっと行ってないんですけど、うん、あの、一部の展示、まあ、見ただけでも、はいはい。天皇陛下の顔を、女性器の近くにここやったりとか、キノコ雲やったりとか。キノコ雲ね、うん。あれを、じゃあ何を表現してるんだって話じゃないですか。そうです、そうです、うん。あれを見て、その、あ、素晴らしい表現だっていうやつは、ちょっと言葉悪いですよ。狂ってます。正直。そうですね、正直狂ってますよ。うんうん、そう思います。やっぱり芸術とはね、言えないと。言えないです。私も思いますね、はい。だからね、その意味において、なんていうのかな、芸術とは何かっていうことと、もう一つやっぱりね、表現の自由って一体何なんだろうというふうに思うわけですね。例えばね、まあ、権蔵さんのこの格好はね、これは表現の自由に入りますけどね、これ裸でね、全裸でやってたら、これはダメでしょ？それはどう考えたって。だからそれと同じことじゃないですかね。そうです、そうです。うん、やっぱりなんか、公共の福祉っていうのが、はいはい、話題になりましたけど、やっぱりその、僕がいて、相手がいて、うん、で、相手が、その、まあ、理不尽なこと言われたら別ですけど、はい、不快に思うんであれば、うん、それは良くないわけですよ。そうですよ、はい。で、こっちがそのつもりでやってたら、それはもうこいつが責められるべきで。そうですね。そうです。それを言ったら、トリエンナーレのやつはやってたんですよ。そうです、そうです。はい、あからさまに、その、僕ら日本の人間というか、日本人に対して、侮辱をしてやろうと。そういうことですよ。そうそうそう、踏みつけてやろうっていう意図が。感じますよね。感じました。うん、私も全く明確に感じましたね、はい。要するにね、だってそれをね、監督してた津田大輔さんとかね、はい、言ってたのはもう3代前なんだから構わないとかね、なんか言ってましたよね。なんかそういう話じゃないだろうと。そうですよ。本当さんも昭和でしょ？僕昭和です。僕も昭和です。そうですよ。もう昭和のね、偉大なね、時代を生きてきた一人として、許しがたいと。許しがたいですよ。もうね、天皇陛下って、まあ、こういう言い方したら語弊があるかもしれないけど、私の中で天皇陛下って言ったら、まず第一に思い浮かぶのは昭和天皇なんですよ。だからその昭和天皇のことをね、もう何代も前なんだから構わないなんて、ね。いやいやいや、ありえないです。これありえないですよ、ね。ありえないです。もう昭和天皇もそうですし、もう、先祖、自分たちの先祖を侮辱するようなやり方をする人間は、うん、僕はもう、怒りしかないですよ。そうですよね。はい、うん。あれ知ってます？しかも何しか、特攻隊の旗のやつあるじゃないですか。なんかバカとかアホとかなんか書いてあるんですか？そうそうそう、なんか間抜けのどうのかのやつ、うん。あれの旗のやつ、展示されてたやつは、うん、特攻隊の寄せ書きだったんですけど、はいはい、あれの元になってるものはただの二色なんですよ。あ、そうなんだ。はい。だからわざわざあれを、付け替えてるわけだ。特攻隊に変えてるんですよ。いやらしいなぁ。そうなんですよ。だから何らかのそういう意図があって、ああいうことをしてるっていうのは、明確なんですよ。間違いないです、ね。間違いないです。もう見調べたら出てきますよ。あ、そうですか。はい、もうそれね、いやらしいよ、ね。いやらしいんですよ。まあ、だからね、本当にね、まあ、もう本当におっしゃる通りで、でも、権蔵さんはね、はい、その、なんていうのかな、その天皇陛下とか、まあ、我々からしたら普通の感覚なんですけども、そういうことっていうのをこう強く意識するようになったのってあります？そうですね。まあ、ぶっちゃけて言うと僕、うん、多分高校卒業するぐらいまでは、うん、どっちかというと逆だったと思うんですよ、考え方が。あ、はいはいはい、はい。まあ言ったらみんな世界みんな同じ国になればいいのに、とか、アメリカと仲良くすると、なんかアメリカに使われちゃうとか、そっちだったんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ。真逆という、まあ真逆っていうのもおかしいですけど、うんうん、そういう感覚だったんですよ。はい。で、それが、まあ、いわゆるその民主党政権のあれがあって、ありましたね、僕正直言うと民主党政権に、民主党に投票したんですよ。ここにいましたよ、犯人が。私です。私のせいです。私が悪いんです。で、なんで投票したかって考えたら、うんうん、僕テレビを見てて、はいはい、ずっと麻生さんが、うん、もう、漢字も読めない。はいはい、で、なんか、税金使って漫画をなんか読んでると。そうそうそう。で、高級バーばっかり行って。そうそうそう、そう、うん。とんでもないやつだと、ずっとテレビでやってた、うん。はいはいはい。で、それ見て僕もとんでもないやつだと思ってたんですよ。はいはい。もう何やってた自民党なんかどうしようもねえじゃねえかと思ってて、うんうん、それで民主党にいたんですけど、うん、いざテレビを今最近見なくなった。はいはい。テレビを見ないでいろんな人の話を聞いたりとかすると、うん、全然違うんですよ。なるほど。受け取る情報が。はいはい。麻生さんは麻生さんで、やっぱりやることちゃんとやってたんですよ。やってると、うん。で、その前の、安倍さんにしてもそうですし、うん、福田さんはわかんないですけど、ちゃんとやってたんです。で、今の安倍さんもちゃんとやってるんですよ。はいはい。で、やっとこの時代だってちゃんとやってるわけですよ。はい。で、そういう人たちのそのいいところは全く放送しない。うん。はい。悪いとこばっかり出すんですよ。はいはいはい。確かにそうです。うん、で、それをちょっと感じるようになって、うん、そこから少しこういろんなことを学ぶようになったんですよ。あ、なるほど。はい。あ、じゃあもう、ご自身で、その、やっぱこう、やっぱテレビの影響が強かったわけですね。強かったです。やっぱ出る仕事なんで、テレビの方に。そうですね。テレビ業者したいななんて、出してくれないですかねっていう感じだったんですけど、それがやっぱり、それを進めていく結果、何が起こるかっていうことを考えたんですよ。はい。
で、今のまま、そのテレビが言うままにやっていくと、うん、必ず僕たち、その子供たちですね。はいはいはい。子供たち、孫たちが、辛い目に遭うっていうのが、ちょっと見えたんですよ。うん、なるほど。うん、だからやっぱり僕らの世代で、少し、こういう、なんすか、まあ、慰安婦の問題もそうです、はいはい、いろんなそういう、言われたい放題になってることを、きちっと、やっぱり、生産してっていうか。まあね、我々こそやりたいと思ってるね、ムンジェイン大統領に言いたいと。私たちのね、世代こそね、赤兵生産っていうのをやらなくちゃいけないんですね。そうですね。もう今まで積もり積もってきたね、はい、この日本に対する悪魔、はい。つまり、根拠があることならいいですよ。そうです。根拠もないのにね、我々の先祖はね、不当にこう、癒しめられてね、こう、馬鹿にされて、そうこれはやっぱりね、ちゃんと言わないといかんと。いや全く同じですよ。そうなんです。そうなんです。俺のおじいちゃんばあちゃんがそんな悪い奴だったわけがないよね。そうですよ。僕の知ってるじいちゃんばあちゃんはすごくいい人なんですよ。うんうん。すごい。その上のじいちゃんばあちゃんだっていい人なんですよ。うん。そんな人が、例えばじいちゃんが戦場行って、女性かさらってて、とか言ったらそういうことしてってな、そんなわけない。ないですよ。そんなわけない。常識で考えればわかりますよ。そうそうそう。で、しかもね、もしね、我々が見ているじいちゃんばあちゃんと違うね、一面があったと。言うなら、証拠出さなくちゃいけないわけですよ。いや、そうですよ。でも証拠も何にもないんですよ。そうですよね。ただ、証言があるだけですよ。そういうことありましたと。で、その証言してる人たちをね、よく調べてみたら、実際にはヤフじゃなかったとかね。何なんだと。そうなんです。で、なんか最近ちょっと揉めてますもんね。揉めてますもんね。いや、なんか、あれね、見てね、本当にもうなんかバカバカしくなっちゃいますよね。なんか日本がね、法的にはもう終わった話。で、さらに道義的に日本は謝罪しましょうと言ってやって、でそれを受け入れるなと言っていた人間とそのおばあさんたちが喧嘩してるわけでしょ。そう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 。わしは実はあの時金欲しかったみたいなね。もう何なんだろうと。本当だから金だけでやってんだっすよ、向こうは。そうですよ。そう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 。おばあさんたちもなんか金もらえなかった。金もらえなかった。そうそう。なんか全部なんか議員だったあの人が全部受けちゃったみたいな。そう。言ってましたよ、ね。ミヒャンさんね。そう。いや、あれでだから、俺のじいちゃんばあちゃんも含めて先祖を馬鹿にされるんだったら、俺は許せないと。いや、本当ですよ。はい、例えばね、原爆を投下したとかっていうのはこれ事実じゃないですか。はい、で、例えば東京大空襲もありました。ありましたよ。でもだからといってね、私はね、アメリカ人見るためにね、こらーとかね、言うつもりはないですよ。もうそれは過去の話ですから。でもまあ忘れちゃいけないと思うんですよ。だけどね、アメリカ人を見るためにね、お前は昔原爆落としたな、この野郎とか言ってるのも同じでしょ？しかも、こっちは事実だけど、そっちはどうやら、そう。募集しては来たわけですからね。そう。募集してきて、ちゃんと給料ももらって、それでやってたのが、なんか給料ももらわず、なんか強制連行だった。そう。あれ、一例もないんですよ。いや、本当ですよ。あれを聞いたときに、本当に、なんか、あのままだったら本当に日本っていうのはすごく鬼畜な国なんですよ。そうです。なんか授業で習った日本っていうのはすごく鬼畜なわけですよ。でしょ、ね、なんか私もそうやって習いましたよ。そうですよね。もう、なんか、リットン調査団が、調べて、爆発した、線路の爆破の事件を日本のせいにしたから、ちょっとブチ切れて、国際連盟抜けて、戦争起こしたって。そんな感じでしょ。そうで一方的に日本は悪いと。そうです。それを、だから、YouTube とかで、海鮮の小食とか、あ、そうですね。当場、秀樹さんのね、なんすか、海鮮の時の、会見というか、あれを見た時に、全く違うこと言ってるんですよ。はいはい。そうですね、本当に。やっぱり自存自衛で、自分たちの身を守るため、もう、自分たちがこのままだと、もう、なんすか、自利になってね、兵糧攻めされてやられてしまうと。だからこそ立ち上がらなきゃいけないんだと。いうことでやったことで、何も責められることは僕はないと。いや、その通りですよ。やっぱりね、もし責められるとしたら戦争負けたことぐらいでしてね。そうですね。負けたのは良くないと。それはその通りだと私も思うんですけど、でもね、例えば、ナチスドイツがやった戦争犯罪と、日本はね、同盟結んでたのは僕は良くないと思うんですよ。だけどね、同盟結んでたからって言って、お前らナチスと一緒だろって言われるのはこれ心外ですね。あちらはソ連ですからね。そうですよ。桁が違うから。今全然違う。そうですよね。だ僕、ポーランド行ってきたんですよ、それでこの間。あ、ポーランド？ポーランド行ってきた。アウシュビッツですか？アウシュビッツ。あ、行ったんですか？はい、そう、主目的はアウシュビッツじゃなかったんですよ。はい、はい。ちょっと知り合ったポーランド人が、なんか、ちょっとこう、日本の中ですよ。はい、日本の中で知り合ったポーランド人の人に話聞いて、ポーランドでどういうとこだって言うんで、なんかすごくいいとこだよって言うんで、はいはい、いいなぁ、ちょっと行ってみようと思って、行こうと思った時に調べたんですよ。はいはいはい。そしたら、アウシュビッツがあると。うん。
で、そういうような、まあ、いろんな悲しい歴史が、はいはい、私の歴史があるっていうんで、うん、じゃあせっかくだから見に行こうと行って、うん、で、アウシュビッツも全部一応、ビルケナウの方まで全部見て、ああ、すごい、うん。はい。で、その後は、ワルシャワ放棄博物館って言って、はいはい、ワルシャワのまあ、全部野球の話になった後、はいはい、そういう展示も全部見てきたんですよ。ああ、ね、それすごいですね。すごい。僕は行きたいんです。まだ行ったことないんですよ。いや、衝撃です。アウシュビッツなんか見た気持ち悪くなりますよ。まあそうでしょうね。髪の毛が ね、未来の女の方の、うん、あれなんかがこう積まれてるところなんか見ると吐き気を催すぐらい、いうような展示があって、うん、で、それを見に行って、そこで見たので一番僕がちょっと印象的だったのは、まあ、ガス室もあるんですけど、うん、ポーランド人同士に、うん、階級というか、格差をつけて、はい、お互いに争わせるんですよ。そのなるほど、なるほど。よくやるとですね、こっちはいい、いいポーランド人。そう、うん、いい待遇というか、はいはいはい、でこっちはもう、ゴミみたいな扱われるんですよ、うんうん。で、この差をつけて、こいつが、この人たちをいじめて殺しちゃうんですよ。ああ。そういう展示があって、うん、だから、ガス室で殺したのもそうなんですけど、うん、同じ民族同士で殺し合わせるっていう、うん、すごくこう、悲惨なね。悲惨なもう、鬼畜なやり方というか、うんうんうん、それを見て、今日本でも、ちょっとそんなことが起こってんじゃないかっていう。まあそうですね、今の日本もね、本当になんか、こう、ね、分けられてね。で、こっちはいい人だ、こっちは、お前らなんかゴミくずだぞってやられて、うん、で、言ったら、こことここが争ってるんですよ。はぁ。金持ち。で、言ったら、今回の都知事選もそうですけど、うん、まあ、個人名出しませんけど、うん、金持ちから金ぶんどってこいっていう人もいるわけじゃないですか。うん、そう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 。うん、誰とは言いませんけどね。山本太郎って言うんですか。言わないでおいたのに。言わないでおいたのに。まあでもそうですよ。いや、本当にひどいですよ。前回だから、参議院選の時も僕ちょっと、山本太郎先生さんにはちょっと疑問があったんですよ。はいはいはい。政見放送見て。うん、障害者の方二人。あ、そうでしたね。出られて、うん、僕出ることは構わないと思って、はい、自由ですし。うん、ただ、山本太郎さんが出た時に言った言葉が、比例で出るんですよ。うんうん、で、100万票集まったら、木村さんが、船子さんが受かります。はいはいはい、200万票集まったら、木村さんが受かります。うん、で、300万票集まったら私が受かります。うん、だから皆さん投票してくださいって言うんですけど、それは障害者の人たちを、盾に使って、うん。いや、そうだよ。そう、本当にそうですよ。うん、あれは、僕はちょっと、心にちょっと苦しかったです、みたいな、うんうん。政策がどうこうっていうことで戦ってるんだったらいいんですけど、うんうん、障害者だから入れてくださいねっていうのは、うん、これは僕は差別なんじゃないかと。逆にね。逆に、うんうん、それを見てちょっと、引っかかってたのがあったところで、まあ、トリエナーレがあったんで、爆発しちゃったんですよ。爆発しちゃった。だけどね、おっしゃる通りで、例えばですね、障害者の方が、僕は選挙に出ることも悪いことだと思わないんだけれども、はい、彼らの言い分はね、要するに、障害者じゃなければ障害者のことをね、代弁できない。そんなことないですよ。そんなことないですよ。日本の政治家はね、自分が障害なくたって障害者の方のね、意をね、こう、受け止めて、うん、で、それをやっぱり日本の政治に生かしてきたからね、日本の福祉国家日本があるわけですよ、ね。そういうことですよ。で、それを全くなかったんだみたいなね、ものの言い方って、この0か100かみたいなね、こういう言い方っていうのはやっぱりひどいですね。卑怯ですね。うん、卑怯だと思う。卑怯だと思います。僕はそれはちょっと、だから、議員内閣制っていうんですか、議会制民主制。はいはい。だから自分たちが代表者を選んで、行かせるわけじゃないですか。はい、だから障害者のことを思っている代表者を選んで、そうそうそう、お願いしますって、僕たちの気持ち届けてくださいっていうのが、日本の民主主義。でも、日本じゃなくて全世界の民主主義ってそういうもんですよ。そうですね。そうですよ。そうですね。例えばね、芸人じゃなければ芸人の気持ちがわからないなんてことはないわけですよ、ね。いや、ありえないです、ありえない。だから芸人の方々のことをですね、尊重して政治をやっていきたいから、芸人の皆さん私に1票入れてくださいと。で、それでその思いを代弁していくと。これ全然問題ないですよね。そう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 。だからこそ僕らだって選挙行って1票投じるわけじゃないですか。そうです、そうです。この1票重たいはずなのに。そうですね。なんかちょっと、最近の選挙もそうですけど、まあ、警察庁法とかなんかあれもあったんですけど、あれなんかもう、なんかツイッターで世論が湧き上がったから、うん、じゃあやめときますっていうのは、そう、おかしいですよ。おかしいですよ。特にね、私はね、その芸能界のことわからないんですけど、うん、なんか最近、なんていうのかな、芸能人が政治的な発言をされて、はい、で、僕はこれ自体は全然悪いと思わないんだけれども、なんか、常にね、はい、一方方向、一定の方向を見て、
てるようにしか見えないと。これはどうなんですかね。あの、僕を、ちょっとその、それこそ検察庁本とかに、はい、あの、まあ、皆さん同じ方向を向いて、うん、同じようなハッシュタグつけて、ただ、はい、やってました。お一人、その、僕の先輩も同じことをしてたんですけど、はい、まあ、ツイッター上でやり取りをしたところ、うん、まあ、流行ってたと。言ったら、あのトレンドですか？トレンド？トレンドになってるんで。乗っとこうかと。そうそう。こんなつぶやいたら乗るわけじゃないですか。はいはいはい。で、言ったら、多くの人に見られるんで、うん、広告効果があると。で、その、ね、その上で、しかも、うん、多くの人がつぶやいてるってことは、みんなこれに関心があるんだと、誤解しちゃうわけです。はいはいはい。で、誤解をして、じゃあ、この多くの人たちの関心を自分のところに持ってこれるっていう野心からやってしまったらしいんですけど、はいはい、全く政治には興味がない。本当は？本当は。何もない。何にもないです。主張も何にもないんです。じゃあその逆の方向がトレンドになってたら逆の方向乗っちゃう。乗っちゃうと思います。はあ、そういうことですか、はい。だから中身は多分見てないんですよ。と思います、ね。僕もたまに言ったらトレンド見て、うん、あのトレンドに載ってる言葉にちょっと茶化して書いたりとかする。はいはいはい。そうするとやっぱり見る人が増えるんですよ。増える、うん。それと同じことです。なるほどね。はい、じゃあやっぱりこうなんか確信を持ったが言ってるわけじゃない。全然なくて。ないと思います。ああ、確かに。いや、私たちね、学者の世界にもあるんですよ。うん、それはね、なんかね、やっぱ同じだと思うんですけど、例えばね、沖縄で集団自決があったと、うん。これは日本軍によるものであって、で、それを教科書からね、消すのは良くないというのをね、全く違う分野のね、人たちが学会声明とか出してるわけですよ。で、それをね、私のある知り合いが、先生ね、これ、あなたの専門分野じゃないでしょうと。これについてなんか知ってるんですかって言ったら、いや、知らんと。だけど、これやっぱ乗っとかないと。わあ、やっぱこれ、私がやっぱこうなんか浮いちゃうからと。こういう。それですね。うん、日本の一番の弱点ですね。弱点ですね。弱点ですね、うん。みんなやってるからっていう。そうそうそう。それですよ。芸人もそうですよ。なるほど。流行ってるっていうものに対してすごく弱いんですよ。ああ、うん、もう赤信号もみんなで渡れば怖くないんだよね。そうそうそう。みんなやってるでしょって言って。じゃあ、やっときゃいいんじゃないのっていう。いや、YouTube もそうですし、うん、TikTok もそうですし、はいはいはい、あの、Twitter もそうですし、うん、みんなやってるからやるんですよ。はあ、やっぱ、そうなんだ。やっぱ学者も芸人も変わらないですね。変わらないですね。いったら政治家も多分変わらない。あ、まあそうですね。なんか最近ちょっと、政治家さんもおかしいですよね。おかしい。おかしいですよ。いや、政治家って言っても特にね、私なんかね、まあいつもね、野党の悪口ばっかり言って、怒られてますけどね。でも、やっぱり野党の政治家って、私はね、本当は野党がもっと健全であったら、自民党なんか倒せると思うんですよ。いや、僕もそう思いますよ。うん、僕だって、自民党支持者っていうわけじゃないんですよ。僕もそうです。そうそう。うん、積極的支持じゃないんですよ。そう。今、しょうがないから。消極的支持者。そうそうそう。うん、自民党しかないんだもんっていう状態で。うん、でやっぱり、自民党けしからんな。じゃあ、立憲民主。いや、これはダメだ。国が滅びます。いや、そういう感覚ですよね。そうそうそう。だから、代わりがいない状態で。うん、で、しかも、野党のその国会の様子なんか見てても、うんうん、批判をするわけじゃないですか。うん、ただ、批判で、なんでこの批判をしてるかっていうと、批判するために批判してる。その通りですよね。そうですよね。うん、だからなんか、これが悪いものだから、じゃあ、ここの部分を何とかしたいから批判してるんじゃなくて、そう。もうとにかくこいつをやってる安倍総理が嫌いだから、うん、そうそう、もう安倍がやってるから批判だって、うん。そう、もう最初に決まってるわけでしょ、要するに。そうそう。なんかこれはやっぱり異常ですよね。異常ですよ。あんなシュレッダー見に行ったりとかしても。ありましたね。アポも取らずにシュレッダー見に行って、ね、あれで何がわかるんだと。ね、そうそうそう、うん。手でも入れてくれたらよかったけど。ぐらいですから、そうあれはダメです。いや、だから、あれでだから結局桜がどうのこうのって言ってたもん、何にも。何にもないですね。特にね、私なんかはね、やっぱり一番憤りを感じたのは、集団的自衛権の話でしたね、うん。で、皆さんね、本当にね、今思い返していただきたいんですけど、集団的自衛権の行使容認がね、できるようになったら、徴兵制がやってくるってやつを言ってたんですよ。言ってました。言ってましたよね。言ってました、言ってました。で、ね、私の周りだけなのか知りませんけど、徴兵された人誰もいないんですよ。いや、いないですね。うん、徴兵制どころかって、赤髪も来ないですよ。来ないですよ、ね。あの時ね、本当に高校生とかが心配してたんですよ。ああ。私ね、高校ね、高校生からなんか質問を受けましてね、うん、本当に僕ら徴兵されるんですかって言うんですよ。だからね、徴兵されませんよと。うん。で、えって言うから、でもテレビでね、
野党の人たちみんなね、徴兵されるって言ってると。そう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 、いや、それ、嘘だよと。ああ、いやいや言うたら、そうなんですかと言ってびっくりしましたけど、でも、現実そうなってるじゃないですか。そうですよ。だって、ありえないじゃないですか。だって、戦争する必要がないわ。ない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 。うん、で戦争しようと思って戦争するやつなんかいないじゃないですか。いないですよ。いや、それはね、ヒトラーとかスターリンとかね、そういうね、六戦勝別かもしれない。あれも、だって言ったら、なんですかね、領土拡張だったりとか、うん、まあ、民族がいて、こいつ、はい、こいつを倒したいっていう欲望があってこそ、うん。そうそう。うん、僕らは何もないのに、そういう欲望。むしろ逆ですよね。そうそうそう。攻めないでくれと。そうそうそう。うん、それで、言ったらアメリカ軍がどっか行っちゃったら僕ら何も悪腰なんで、そうです。やられちゃう状態で、うん、で、米軍ばっか頼ってたらまずいんで。いいから、うん、そう、じゃ米軍がどっか行くときには、じゃあ支援しましょうって、お互い様ですねって大事な話じゃないですか。その通りです。そうそう。切り替えでいいんですかね。いや、ありがとうございます。いや、でも本当そう思うんですよ。本当にそう思いますよ、うん。だから、なんていうのかな。なんかね、日本国憲法もそうなんですけれども、うん、日本が世界にね、こうなんか、悪さしなければ、世界は平和であるっていう発想に基づいてるわけですよ。だけどね、集団的自衛権なんてね、全世界でみんな持ってるんですよ、権利を。で、もし日本がね、持ったら戦争始まるとするなら、世界中で戦争が追っ始めてなくちゃおかしいわけですよ。本当に。本当にそうですよね。うん、軍隊がない国ですよ、日本って。そうそうそう。で、軍隊いっぱい持ってる国があって。いっぱいある。そうですね。ほぼほぼ全部の国が軍隊持ってて。そうそう。スイスなんかほぼ全員が軍人みたいな感じの。そうそうそう。だからなんでしたっけ、なんか南米、アメリカの方のね、うん、なんか、島のね、ちっちゃい国が、なんか持って、軍隊持ってないとかね、なんか、ありますけど、ね、でもあれはね、アメリカが守ってくれるんですよ、あそこは。そうですね。でも、あそこ取ったところでっていうのも。いや、そうですよ。日本と比べ物にならないですよ。そうそうそう。本当になんか、よっぽど戦争したいのかなと、逆に言うと。うん、なるほど。うん、だから、なんかそういうことが起こったら、うん、じゃあ、戦争できる権利を持てたというふうに、あなたたちは誤解、というか、思うんですね、って言われるじゃないですか。うん、僕らは、そんなこと思わないよ。思わない、思わない。というか、戦争なんかしたくないですね。したくないですよ。そうそう、誰がしたいんですかね。そうですよ。誰も望んでないのに、言ったら、攻められて、自衛で守るんだったらわかりますけど、そうです。何もだって、まあ、ちょっと今危ないですけど、うん、今、例えばその差し迫る軍事的脅威がないのに、うん、戦う必要がないわけですよ。いや、でも、今のね、軍事的な脅威って言ったら、やっぱりその尖閣でしょう。いや、今、あれ30時間ずーっと今居座ってるんですよ。そうですよ。で、これをね、恐怖だって思わないで、日本がね、集団的自衛権使えることの方が恐怖だってのは、いや、ちょっとありえないですよ。ありえない。だって、香港の状態を見て、そう。あれを見て、あの状態を見て、うん、尖閣に今来てるあの状況を見て、うん、俺らやばいんじゃないかと思わないことが、そうですよ。不思議でしょうがない。いや、本当におっしゃるとおりです、うん。やっぱり、ね、今日の香港、明日の台湾、うん、その次の沖縄ですよね。よね、うん、ちょっと今台湾飛び越えそうですけどね。ねえ、ちょっとね、尖閣の起きてますもんね。そう。石垣市が今頑張ってる。頑張ってますね。ね、うん、ただもう本体のその、那覇というか、沖縄県が、もうちょっと、うん、ちょっとね、ゲートオープンしちゃってるんで、受け入れ体制を作っちゃってるんで、ね。これね、本当に問題ですよね。問題です。いや、その沖縄も僕も何回か行ったんですけど、はい、やっぱり琉球独立っていう旗が、やってるでしょ、ええ、あれ。あんなのね、本当にとんでもない話です。これはね、なんか陰謀論っぽく聞こえるんですけど、私は調べたんですけどね、琉球独立論をね、語る人たちっていうのは、北朝鮮のね、チュチェ思想っていうものをね、聞きますね。あれね、本当に、チュチェ思想の研究会のグループが沖縄にあって、で、あるんですよ。で、そのね、沖縄の独立運動は、中中思想に基づいてやれとかね。反基地闘争は中中思想に基づいてやれとか、本当に言ってんですよ。で、何もね、その秘密裏に書いてるわけじゃなくて、オープンになってる、金日成、金正日研究っていう本があるんですけど、その中に、日本人ですよ。堂々と書いてますよ。ええー、もう、ぎょっとしますよね。ぎょっとしますね。うん、ちょっと、僕そこまで知らなかったですけど。いや、これはね、私ね、本当に警鐘を乱打してるんですけれども、で、言うとね、なんか、そりゃ、ちょっと、岩田さん、ちょっと陰謀論じゃないのというふうに言われますけど、いや、陰謀論って、これ何ページまでちゃんと書いてあるじゃんと、私、根拠のないことは言うの嫌ですから、ちゃんと書いてあるんですよね。で、しかも、
なんか、北朝鮮の核は平和の核だとかね。いや、そんな言い方しないけど。そんなことが、その本に書いてあるんですか？書いてあります。雑誌ですけどね。ありえないですね。ありえない。で、未だに、その北朝鮮の、中継思想こそが平和の思想だと、いうふうに言ってるんですよね。いや、もう意味わからないです。意味わかんないです、本当に。ちょっと衝撃ですね。いや、これは本当にびっくりですね。びっくりですね。結構、なんか、そういう運動を見てて、確かになんか、統一されてというか、すごくこう、統率されたものは、そう。感じる。ありますよね。だから、やっぱあれね、本当にいるんですよ、その、チュチェ思想グループっていうのがね。例えば、実はですね、その、チュチェ思想研究会の人が書いてる、小上さんという人いるんですけれども、はい、この人の本なんかを読むとですね、アイヌ。はい、アイヌと琉球の独立運動をやれと、いうふうに書いてあって、アイヌでね、次はね、今なんか、今やってますよね、いろいろね。で、今度はね、朝鮮学校ってあるじゃないですか。はい、あれと同じようにね、アイヌ学校作れっていう提案をしてるんですよ。だからね、僕ね、多分ね、そのうちね、そういう運動が出てくると思いますよ。完全に、だから、日本っていうものを切って。そう、ね、分断ですよ、分断。そうですよね。うん。いや、これはまずいですよ。うん。本当にまずいことですよ。まずい。いや、なんでみんなこれを、あれですかね、こういう話をすると、差別になるわけじゃないですか。差別だって言われるじゃないですか。言われます。でも逆ですよ。逆ですよね。うん、いや、日本の、だって、一緒に日本だと、ね。という国で仲良くやってこいよと言ってるわけですからね。そうですね。日本民族としてみんなでじゃあ、沖縄もそうですし、北海道もそうですよ。そうです。みんな同じ日本の民族だから。そうですよ。日本国民としてね。うん。だから、アイヌっていうのを、こう、ことさらにね、焚きつけて。で、しかもそれがね、やっぱりね、自分たちでそのなんか怒ってなんかやってるならまだわかるけど、焚きつけてる人たちがね、北朝鮮の中継思想研究会の人たちに焚きつけられてるんだから、これはちょっと悪質ですよ。悪質ですよ。完全に工作じゃないですか。工作です。ああ、ちょっと、これは、まずいですね。まずいですよ。本当に。だから、良くないと。本当に思いますね。良くないですね。うん、なんかみんな一緒になろうとか言ってるくせになんかそういうことするんですね。みんな同じ。そうなんですよ。自分仲良くみたいなこと言っときながらね、一方において、みんな一緒に仲良くしようって言っときながら、実は片っぽにおいてですね、そういうことやってると。ありえないですね。ありえないですよ。本当びっくりですよね。ちょっと頭痛くなってきました。いや、本当に、思ってる以上にだから今、僕ら日本で普通に暮らしていると、はい、そういう情報ってあんまり入ってこない。入ってこないですよね。うん。なんか、とりわけテレビじゃ絶対入ってこないよね。そうです、ね、平和な国なんですよ。ですね。見てる感じだと。うん、平和ですし、もう、まあ、事故もあんま、事故というかその事件もあんまないし、ない、うん、殺人もそんなないし、でも強姦されることもないし、うん、みたいな感じですけど、その、まあ、反面といいますか、そういうその、裏の部分で、ね、ぼやーっとしてるんですよ、だから。そうですよね。うん、下手に言えないっていうのも、うん、だからツイッターとかなんかで、今のみたいな話を、もう軽くした話、した日にはもう、言ったら、すごいこと言われます。うん、そう。火の玉もないですね。お前は差別主義者だっていう、一回あったんですよ、そういうことが。あったんですか？それこそその、山本太郎さんの時ですよ。あ、そんな、うん、その、障害者の人を盾にするやり方は僕は気に入りませんと、うん。別に否定をしてるんじゃなくて、気に入らないって書いてある。そう、表現の自由ですよ。そう。うん、そしたら、お前は分かってないって言って、MMT も何にも理解してないと。うん、そういう山本太郎さんをそういう批判するやつは、差別主義者だと。でしかもそれを、僕、その当時イギリスのゴッドタレント出てたんですけど、はいはい、ゴッドタレントの、ハッシュタグっていうか、その、アットマークつけて、うん、こいつは差別主義者ですって送りやがったんですよ。ひどいね、そんなことやるんだ。やるんですよ。そういうことやられて、そっから、だから、表現の自由もそうですし、その、僕は差別の意図して全くやってないわけですよ。はいはい、それはそうですよ。そうですよ。うん、特に障害者の人なんか、僕なんかその、障害者施設でやらせてもらったりとかするんで、はいはい。差別するわけがないんですよ。いや、私もね、そう言っとくとね、私の父の弟がね、重度の障害者で、ちっちゃい頃から、よく見てましたからね、その差別する気なんか全くないんですよ。ないですよね、ないですよ。俺も親戚にいましたから、人、うん、その、亡くなっちゃいましたけど。はいはい。だそういう、その、身近にいる人たちに対して、うん、お前は障害者差別をするのかなんて、よく言えたな。いや、ほんとそう思う。てか、それこそね、こっちに対する、もう、人権侵害ですよね。そうですよ、そうですよ。だからそういうことがあって、ツイッターとかでもあっ
って、うん、だから僕がその、自分が思ってることを発言するだけでそういう人たちが攻撃してくるっていう、やっぱ怖さを感じたんですよ。はぁ、そんなのありましたか。ありました。それは怖いね。芸人なんで、うん、言ったら、もう僕のやつを見たくないって言ってわざわざ送ってくる人もいるんですよ。はい、やめましたってわざわざ書いて、ファンになったっていうことは書いてこないですけど。そうそうそう。ファンになりましたの後でいろいろあって、やめましただったら、これ成立するんですけど、ファンになったことは一回も書いてないのに、お前はいかんと。そうそうそう。もう、あなたのファンやめましたって、いつファンになったのあなたのあったんですよ。そういうのはいろいろ来るんですよ。僕もありますよ。ありますよ。だからね、お前の本はもう読まない。いや、本当に読んだことあるんかと。いや、絶対読んでないですよ。絶対読んでないですよ。いや、本当に、だから、うん、ホームページとかでもそうですよ。問い合わせフォームにわざわざ。来るんですか？ええ。バカらしい。そうそうそう。卑猥なこと書いてきたりとか、あとなんか、ネトウヨバイトはこちらですとか書いてきたりとか。ネトウヨバイト？ネトウヨバイトってなんか、ネトウヨが、その、安倍総理の擁護をするバイトがあるという都市伝説があるんですよ。へぇー。あなたやってる、そのバイトさんくんお疲れ様みたいなの書いてくるんですよ。いや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 、ネトウヨバイトしてる暇あったら俺タンマリで書いてるから。お仕事儲かるわ。そうですよ。そうですよ。私も全く同じですね。そうですよね。そういうこと書いてきたりとかするんで、なんか、ちょっと、僕は討論がしたいっていうか、うんうん、そういう考えの違う人の意見を聞きたいです。そうそう、僕もそうですよ。そうですね、うん。で、聞いて、で、僕はこう思うって言って、うん、お互いその意見の交換があって、はい、相入れないんであればしょうがないじゃないですか。それしょうがないですよ。だって意見の違いなんだから、それは。そうですね。それをね、自分と意見が違うから、お前は差別だとかね、それはちょっとおかしいでしょ。そうそうそう。だからそういう人が多いんですよ。多いですね。ツイッターで。それこそそうだ、ちょっと、俺言っていいのかな、木村花さん、亡くなったじゃないですか。うん、亡くなった方ね、プロレスラーの方、誹謗中傷で亡くなって、で、その亡くなった日の夜に、うん、さよなら安倍総理っていうトレンドが出たんですよ。さよなら安倍総理はい。ハッシュタグ、はいはいはい、で、押してみたら、まあ、ひどいことを、その安倍総理がどうのこうのとかの、まあ、死ねとまではなかったですけど、うんうん、結構な罵詈雑言書かれてたんですよ。あ、そうですか。で、それ見て、さすがにちょっと、別に安倍総理を擁護するつもりはないですけど、うん、人として、うん、人に対してそういうその罵詈雑言を浴びせかける、しかもその木村花さんっていう女の子、若い女の子が亡くなった日でしょ？日ですよ。その日に、しかも国会議員まで。やっとるんですか、そんなの。そうですよ。国会議員まで乗っかって、そういうことをするのは、僕はちょっとそれは違うんじゃないかって。いや、それは違うな。ええ。それ知らなかったですね。そうなんですよ。あったんです、それで。で、書いて、うん、その、木村アナさんって、名前は出さないんですけど、女の子が亡くなった日に、うん、その総理大臣に対して、その、なんか罵詈雑言を浴びせかける、同じようなことをするっていうのはどうだと。うん、もし、安倍総理がそれで、うん亡くなった場合、お前ら責任取れんのかって書いたんですよ、うんうん。そしたら安倍総理は、ハートが強いから大丈夫だとか。わけがわからない、ね。いやいや、そういうことじゃねえと。とか、あと、赤木さんが亡くなったとか、なんかその、何でしたっけ、森友事件の時に、ああ赤木さんという方が亡くなった、うん、自殺されたそうなんですよ。はいはい、その人のことを持ち出して、赤木さんが亡くなったのは安倍総理のせいですから、責任取るべきですねとか、わけのわけわからない。関係ないだろう。関係ない、関係ない。そう、そういうこと書いてきたりとか、まあ、あとは、なんか、元の新潟県知事から、安倍信者だとか書かれたりとか。安倍信者？安倍信者らしいですよ。いやー。安倍信者だわけないじゃないですか。それが、政治家なんかバカだと言ったからたまに言うわけですよ。そうそうそう。いや、まあ、あれでしょ？最近なんか、ハッピーな結婚された方ですか？そうそうそう。ハッピーな結婚して、結婚相手もちょっと最近炎上しまして。なんかね、私ね、あの人とね、一緒にテレビ出たことあるんですよ。あ、本当ですか？でね、その時にね、喋ってたらね、面白かったですよ。だって、安倍総理嫌いなの！いや、だから、そして、嫌いなだけじゃないのっていうふうに言ったら、そうとか、それ批判じゃないよと。だからもうなんか自分ピーマン嫌いとかね、そういうのと同じ話なんですよ。子供ですね。そういや、そうそう、その人、なんか最近炎上したのも病院の関係者の、あれですね。なんかかわいそうでしたよね、病院の人ね。そう。病院に責任がある。あるとかなんか通じる。経営者に対して責任があるんだって言うんですけど、うん、3月ですよ、うん。3月の時点でウイルスがどんなものなのか。わかんないわかんない。うん、僕1月の24日ぐらいからずーっとコロナの追っかけてたんで、はいはいはい、どの段階で、こういうもんだっていうのを発表されたとかも、だいぶ分かった。まあ、はいはいはい。で、
もう3月になって、言ったら日本でもまだ流行るか流行らないかぐらいの。そうですよね。何にもわかんない状態で、うん、受け入れて、うん、で、まあ普通のその感染症の対策で、やったわけですね。うん、そしたら、なんかわかんないけど、うん、感染が広がってしまったわけですよ。うん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 、これは、もう、しょうがない。いや、っていうか、まあ、少なくともそれはなんていうのかな、責められるべきではないですね。そうですね。そうそう。だから、それを責任があるだとか、うん、なんかそういう、謝罪すべきだとかっていうのは、うん、僕は違うと思うんです。違いますね。命がけでやってる病院特に医療関係者のね、方々。いや、本当にね、日本のね、医療関係者の方々よくやってくださってね、本当感謝の気持ちしかないですよね。で、逆に聞きたいですよね。はい、その、ハッピーなね、方に聞きたいけれども、はい、じゃあ、あなた何したんですかっていうことを聞きたいですよ。そうですね。本当にハッピーなことですよね。まあ、ね、ここで言っちゃっていいものかどうかっていうぐらいのことをやられてね、まあ、ね、やられただけで。ハッピー、ハッピーって、ね。ハッピー、ハッピーな感じですね。それでね、なんか、ちょっとおかしいですよね。おかしいです、おかしいです。あれをだから、擁護してる人たちもいるんですけど。擁護してる人いるんですか？います、います。変わってますなぁ。世界中見ると結構やっぱいるんですよ。うろみさんは、その、なんか、病院関係者を責めたんじゃなくて、その、ちゃんとできなかった病院に、その責任をちゃんと取った方がいいですよって、いうことを言ってるだけなんですよ。まあ、同じような思考回路の人が、言ってるわけですよ。もう思考回路はショート寸前ですね。そうそうそう、今すぐ会いたくはないですよ。もう結構ですよ。そうそうそう。会いたくはないですけど、本当にそのぐらいの感じで。ごめんなさい、年代近いんで。同年代です。いや、私ね、ゴンゾーさんって、私よりずっと上だと思ってたんですよ。したら、ゴンゾーさんは私より下なんですね。びっくりしました。僕も正直言うから、岩田先生もう、45、6くらい。申し訳ない。すみません。で、あれでしょ、はい、静岡の。静岡です。僕も静岡なんです。え、どちらですか？僕、岩田。浜松。でしょ、はい、すごい近い。10キロの。そう、10キロです。今、あれ、岩田、浜松の一部に。え？なってたような。なってませんよ。なってませんよ。最近ちょっと浜松拡張されたんですよ。そうそう、あっちでしょ、浜北の方。そう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 。結構好き。岩田は独立、独立でやってますよ。そのうち自分の向こうじゃないか。いや、でも、準備の方が。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、こう切り替えが。でも、浜、僕ね、お聞きしたの、僕ね、芸人の方ってすごい尊敬してるんですよ。はい、それなんでかっていうとね、まあ、学者もちょっと似たようなところあるんですけれども、まあ、変な言い方ですけどね、普通の人生歩んでないじゃないですか。そうですね。私はね、母にね、言われたんですよ。はい、なんか弟がね、こういう仕事に就くと、言った時にね、はい、そんな人生つまらんからやめとけやめとけと、いうふうに言ったらね、で妹がね、ここ公務員になると、ね、やめとけやめとけって言ったら、母からね、言われました。二人のね、弟と妹にだけは、普通の人生歩ませたいのと俺何なんだろうと。同じようなことは言われました、ね。あ、そうですか。まあ、普通の人生、僕は妹しかいないんですけど、はい、で僕よりもはいい高校行って、はいはい、で、まあその後短大行って、はい、で、看護師。あ、やってるんですか、はい、今、介護士かなんかなったんですけど、で、まあ僕が片山芸人になるって言って家飛び出したわけですよ。いつそれ決めたんですか？僕決めたのは雲の時ですね。15の夜。15の夜です。あ、ちょうど横山やすしさんが亡くなって追悼番組があったんです、はい、で、それを見て、うん、お笑いってかっこいいんだと思ったんです。へぇー。漫才を見て。漫才で、はい。やすしきよしの、あの漫才をやりたいと思って、はい、で、じゃあ漫才師になりたかったんですか？そうなんですよ。元々は。そうなんですか？そうですね。うわーっていう、こんな感じの、ネガでベーやって、こう、みたいな。そうか、ちょっと分かってますからね。いや、こういうことやりたかったんですよ。やりたかったんですけど、なんか間違えてタンバリン叩いてたんですけど。タンバリンはいつからなんですか？タンバリン自体は僕、二十歳ですかね。二十歳。じゃあその間の四五年は、じゃあ、漫才をやってたんですか？漫才だったり、漫談だったり、そう、あと劇団入ったりとかして、劇なんですけど、劇団員としてやったりとか。それが、またどうしてタンバリンになったんですか？これなんでなんでしょうね。たまたまアルバイトで、カラオケ屋さん、はい。あ、カラオケ屋さん、はい、今クラスターで危ないんですけど、はいはいはい、そこで、働いた時に、まあ、たまたまお客さんが、はい、まあ、歌うわけですよ、はい。で、歌ったところで、まあ、みんな手拍子とかで、はいはいはい、はい。
僕、タンバリンがたまたままあ近くにあったんで、引っ掴んで、ちょっといろいろとこう、こういうことやったんですよ。ちょっと笑ってくれたんで、あ、じゃあここだけじゃなくていろんなところで叩いたら面白いんじゃないかと思って、1日5時間ぐらいですか。それを2年間毎日練習して。いやー、やっぱりすごいわ。1日5時間 ?1 日5時間です。で、その。2年間 ?2 年間です。それはすごい。仕事な、仕事7時間、7時間ですかね。うん、7時間仕事して、うん、また次の日5時間練習してっていうのを毎日繰り返して、うん、で、2年間やったある日に、うん、そのオーディション、レッドカーペットという番組。はい。あったんですけど、それ受けたら、うん、受かったんですよ。へぇー、すごい ありがとうございます。おーいそうなんですか。そうですか。これでもね、やっぱ、もうね、これ見てるね、学生の諸君もね、もうぜひね、これをね、なんでもいいから、やっぱり、1日5時間を2年間これはすごいよやっぱ !1 日5時間はもう、やりすぎだと思う。いや、でもね、確かに考えてみれば、僕も、文章書いたりとか、はい、本読んだりとかっていうのを、ずーっとやってました。だから、よく聞かれるんですよ。はい、どうやったらね、本って出版できますかとか、はい、多分同じだと思うんですよ。どうやってタンバリンで食っていけるんですかとか、同じだと思うんですけど、やり続けるしかないですよね。これは。そうそうそう。続けた結果、今なんかタンバリンで飯食えてるだけの話で、はい、だってタンバリンで食おうと思ってたわけじゃないんですよ。ないわけですね。たまたまこれで食えちゃってるっていう。いや、すごい。ことですよ。たまたまですよ。すごい。でもこのままずっと行くんでしょ？いや、なんか他にやることないですから。いや、ちょっとわざわざ入り直して。勉強し直そうかな。いや、すごいですね。でも、そうか。海外の、はい、あれよく出られてますよね。はい、あれはどういう風なあれなんですか？経緯なんですか？あれはですね、アジアの方は、うん、その、まぁ、あ、ちょっと話があって、はいはい、こういう番組が始まるんで、うん、なんか、興味ありますかっていうのでメールが来て、うん、で、ちょっとオーディションじゃあ受けますって言って返事をして、うん、で、受ける行く前にニューヨークにちょっと遊びに行ったんですよ。はいはいはい、CM のギャラがまあまあ入ったもんですよ。全額使って、全額使ってニューヨーク行って、で、せっかくなんで、そのタイムズスクエアのところでタンバリンやろう、タンバリンやったところで、その番組のプロデューサーがたまたま行って、たまたま行ったんですよ。で、見てたみたいで、あいつはまあオーディションもそうですけど、番組の方に呼びたいっていう話になって、へぇー呼んでいただいたって。あ、そ、え、じゃあ偶然ですか本当に。偶然です。見たんだって言うんですよ。タイムスクエアでお前のこと見たんだって。えぇーって、いたんですかって。え、それはもう、突如やり始めたんですか突如です。一緒にいた人が、うん、やれって。いやいや、怖いわと、こんな。言ったらまあ、ね、日本人いっぱいとかだったら全然なってますけど、日本人が一人もいないぞっていう。みんな、なんか、異国の人ばっかり。まあ、もう言ったら、こっちが異国の人ばっかり。言って、だから、異邦人だ。そう、異邦人で、言葉も通じないのに、普段だったら言ったらごまかすわけじゃないですか、日本でやるときなんか。ああ、そうですね、言葉でね。滑ったらなんかちょっと一言言って、なんかね、やるんですけど、それができないわけですよ。うんうんうん、だからその状態でもし、タンバリンをやって、うん、こうすごくなんかもう嫌なムードになったら、俺はどうすればいいんだろうと、もう、何し本当に恐怖に震えながら、うん、とりあえずやろうっつってやって、うん、タンバリンをこうバーッと打ったら、周りに人だかりができたんですよ。あ、そうなんですか、もう、かなり、もう周り全部人になった。あ、本当にそれはすごいですね。映像も残ってます。あ、本当ですか、はい、それ拝見させていただきます。そうですね。ずっとバーッと囲まれて、で、あ、すげえ人だと。俺アメリカで受けるんだっていうので受信が。なるほど、はい、そうなんですよ。そっからなんかいろいろ海外も呼ばれて。いけるぜと。そうそう。それからですね。だって、今日も予習のためにね、ちょっと、拝見させていただきましたけど。ありがとうございます。めっちゃ受けてますよね、外国人の方。そうなんですよ、海外で受けるんですよ。日本ではそれほどでもない。いや、そんなことないですよ。もうなかなか営業行ってもなんかみんなどうやって見ていいんだろうって感じで。なんか笑っていいのかな、みたいなこと見るんですけど、いいんですよ。お笑い芸人で出てるんですから、できれば笑ってくださいっていう。なんかこんな感じでやってるんですけどね。でもすごいですね。だから、じゃあ、今34歳ですか ?34 ですね。34歳。僕36ですから、2歳ですね。そうですね。だから、じゃあ15年ぐらいもうタンバリン。
そうですね、15年になりますね、もう、時期。すごいですね。いや、ありがとう。タンバリンで食って、いや、俺も頑張らないかんなと思いますね。いや、タンバリンで食って食ってのはなかなか、無理というか。多分、全日本の中でね、タンバリンで食べてるのゴンゾーさんだけじゃないですか。これもう一人見つけたんですよ。あ、いるんですか。ガチタンバリニストっていう人がいる。ガチそうそう、ツイッターとかでもやってるんですけど、彼なんかはその、アラブレックタンバリンって言って、ここに皮が張ったやつで、なんかパンパコパンパコパンパコやるんですよ。へぇー、僕と方向性は違うんですけど、彼もすごくいい。タンバリンで食べてるんですか。ただお笑い芸人じゃないんで、何なの、ちゃんとしたミュージシャンなんですよ。あ、ミュージシャンとしてやってるんですね。やってるんですよ。タンバリンだけって言ってたんで、すごいですね。頭おかしいんじゃないですかって。タンバリンだけで飯食おうなんてそんなバカみたいな話ないですよ。俺もそうなんです。でも、ね、ゴンゾーさんすごいなんか、体柔らかいんですか。もともと柔らかかったんですけど。なんか足こうやってピョンピョンピョンできるじゃないですか。あれなんか、あれすごいなと思って。あれもう、格闘技の動きなんですよ。あ、格闘技なんですかね。僕は自体やったことはないんですけど、通信教育というか、本読んで、格闘技の動きで、その、実はタンバリン叩くときも、まあ、手を、じゃないですか。これも、まあ、敵が打ってきますよね。パンチを打ってきたのを、カウンターで、返す動きなんですよ。へぇー、カウンターの動きなんですよ、これ。タンバリン。なるほど、足も、こうちょっと立ちますね。立ったらちょっと上見えないかな。こう。大丈夫です、大丈夫。足を上げて、そう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 。これも少し腰を回して、腰を回した状態で足を浮かせるんですよ。これが格闘技の動きなんですか？格闘技の動きです。これボクシングの動きですね。へぇー、はい、とか、通すときもこれも、言ったら手刀ですよね。はぁー、それは全部独学なんですか？独学です。じゃあ本読んで。本読んです。だから格闘技の経験は一切ないです。君でもできる、カンフーの教本みたいなやつがあるんですけど、あれ見て、カンフーの動きを全部、そういう。やっぱり勉強家なんですね。好きなことはやっぱり続くんですよ。わかります、わかります。嫌いなことできないですもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。だそれで、やってたら、まあそういう動きになったっていう感じです。いや、僕、あれ見てね、この子、すごい、なんか体柔らかいし、どうやってこういう動きを思いつくのかなと思ってたんですよ。そうそう、あの動き自体だからもう、その、こう動かそうっていうのは一切考えてないんですよ。はぁ、あ。あとのイメージの中で、相手が、まあ、目の前にいると。それが音に乗ってやってくるんで、それに対して合わせていくという感じですね。なるほどね。音に対して合わせていくんですか。そういうことです、そういうことです。ああ。そうそう。だから、返す。返して、返してですね。あ、じゃあもう、いつも決まったこれがあるってわけじゃないんですね。ないんですよ。たまになんか、不意打ちとか来るんで、不意打ちしたら返すわけですね。とか、こう、で、こう来たら、こう、ここで受けといて、返して叩いたりとか。そういうこと、じゃあ、一人で格闘してるんですね。そうなんです。あれは。戦ってるんですよ。戦ってるんですよ。戦ってるんですよ。そうなんですよ。お笑いともちょっとまた違う方向へ。いや、それすごいなぁ。そうなんですよ。なんか最近、だから自分でも何やってるかわかんない。何やってんだろうって。いや、でもすごいですよね。いや、そうなんですよ。どうですか今、ご両親はどんな感じなんですか？両親ですか、両親とはですね、縁を切ってまして。いや、まあ、というか、縁を切ってて、ちょっとあれ、語弊があるかわかんないですけど、ちょっといろいろあって喧嘩状態で。まだ続いてるんですか？もう2年ぐらい、2年じゃないか、4年ぐらいですかね。4年ぐらい喧嘩で、まあ、たまにその、お葬式とかがあった時に。あ、まあ、それはね。で、まあまあ、あっても口聞かないっていう。まあ、そのうちね、そうですね。神さんの両親とはすごく仲良く。あ、そうですね。奥さんは、タンバリンやってるわけじゃないんですよね。神さんもともとなんかケーキとか、なんか販売をしてた。あ、そうなんですか、ね。そう。さっきはなんか、聞き酒しかなんか取って、資格は取ったんですけど、活かしてないっていうか。聞き酒聞き酒です。お酒。お酒好きなんですよ。飲まれない。僕飲まないです。そうなんですよ。神さんだけ一人で飲んで、僕グロン茶とか、ね。最近でも多いですよ。女の子が飲んで、男飲まないっていうパターン。本当？芸人でもあんま飲まない人います。まあ僕もあんま飲まない方かな。そうなんですか。うん。ですかね。これ違いますね。でも初めましてですから。そう。細かいところでわかんないですからね。でも最近芸人でも飲まないですよ。あ、そうですか。お笑い芸人だから飲むでしょって言われるんですけど、飲むと気持ち悪くなるんで。もう一杯で。一杯でダメです。あ、それは下校ですね、本当に。下校ですよ。だから吐いちゃう時があるんで、もう飲まないって。
私のね、義理の兄もね、はい、もう全然ダメですね。もう一杯で、もう頭フラフラってなっちゃう。あ、本当ですか。うん、で弱い人やっぱ弱いんですよね。で、あれ飲ませるのもおかしいですよね。だから飲みたくねえっつってんのに、うん、なんか、俺はいい酒だからとかね。そう今日のはよーって言うやつだからよーって。いいですって言ったら、いやいや、俺の方が飲めねえのかよーって言して、俺の方がっつっても、お前別にお前の一部じゃねえだろって。そう別に、もう、水でいいじゃんって、俺飲んだらなんかあんのって、変化が、うん。ないでしょない。そう飲んで、こうでうわーってなってるの見たいだけでしょって。あ、そうか、そういうことか。これ強いっすねとか言うの見たいんですけど、強いっすねっていう、もう、そういう。そういう問題。次元も超えてんですよ。もう、くだっとなっちゃう。どうなっちゃうんですよ。飲んでこうなって、すみません、水って、水を飲もうとすると、ここに、また、入れられてるんですよ。うわぁ、いやー、芸人も大変ですね。最近あんまなくなりましたよね。あ、そうですか。アルハラとかなんかまた出たり、ルールハラスメントとか、パワーハラとか出たり、でもどうかと思うんですけどね。そうかと思いますね。だって、我々からしたら、その、アルコールハラスメントだとか、パワーハラだろうが、それを返していくことで、芸が磨かれるわけです。なるほど。そう。だからそれをこうやられましたって私被害者です傷つきましたっていや傷つくのはわかるけどもそれを乗り越えてこその僕は人生だと大体ね人間がね何かしら傷つかないで生きてくってのは無理ですよそうですよつるつるねなんか他で、ね、そういうの知らない人が来てガツって言われて、ね、心ポキッとおちゃったらそれはしょうがないしょうがない例えば失恋した日にねおはようございますとか言われて、明るい笑顔でおはようございますって言われてね、傷つくことだってあるでしょ。ありますね。それまでね、言い始めたらもうどうしようもないですよ。もう気持ちを察してくださいとか言うんですけど、じゃあなんか書いとけよと。今日は。挨拶しないでください。挨拶しないでください。注意事項って書いて、やっといてくれよわかるけど、もうないで、なんか普通の顔して、なんかちょっと、私ちょっと傷ついてますけど、みたいな感じで。それでこっちになんか全部言われてもね、僕は無理ですと。その通りですよ。まあ、本当にね、なんかね、今弱者こそ全てみたいなところありますよね。弱い人を、まあ、その、あんまりこう、いじめたりとかするのは、それは良くないですよ。良くないですよ。良くないですけど、弱い人っていうのは、うん、その、生まれてから死ぬまで弱いわけじゃなくて、そう。今この状態が弱いだけで、こっから何かいろんな経験をしていって、強く、人間強くなるじゃないですか。はいはい。だからその、今現状弱いだけで、それをみんなにじゃあ、助けてあげようって言って、強くなっていく過程を、これをみんな否定しちゃったら、あの、弱い人たちしか残らない。そうだね、なりますよね。もう、なんか、すごくこう、デリケートな。ね、もう扱いに困るね。精密機械のなんか、むき出しの基盤みたいな。そうね。そう。触っちゃダメだよ、そう。整理機で、ああ、壊れちゃったみたいな。それじゃやっていけないですよね。だからそれはなんか当たり前みたいになってきてるんで。それはおかしいですよね。そう。本当に。そう。だからそれはちょっと僕は、あの、お笑いの世界もそうですけど、うん、なんかこういうこと言っちゃダメですよみたいなことがあるんですあるんですかあるんですよ。なんかちょっと、まあ、あの、わかる人だったらいいんですけど、うん、例えばちょっとこう、まあ、頭皮の薄くなってしまった方がいらっしゃって、はいはいはい、まあ、その人に対して言えば、ちょっと言うわけじゃないですか。はいはいはいで、その人の受け止め方で、なんか、まあ、変わるんですけど、まあ、一応こっちも見極めるんですよ。言っていいか悪いか。あ、なるほど、なるほど。でも、それを言って、あの人、なんか、このおじさんをいじめてると、なるほど。思われちゃうんですよ。いじめてんじゃないんだ。国会議員にもいましたからね。そう。この話ってましたね。うちの隣の市ですよ。東久留米ですから。あ、そうですよ、ね。そう。新座市ですから。お隣の方です。お隣です。ポスター見てましたからね。いや、あの方も、でも、まあなんか、その、表面出てくる情報と、まだなんか、いろいろ聞く情報とちょっと、また違ったりとか。国会議員ってね、多いんですよ、ああいうの。あ、そうなんですか。結構いますよ。あの人、氷山の一角ですよ。もうね、あ、そうなんですね。ここでね、名前は言いませんけどね、もう本当にね、あの、僕が一番びっくりしたのはね、ハサミ飛ばしてくれって言うんですよね。仕事人の方ですかね。そうでしょ。そうそうで、ハサミ投げのなんとかみたいな。シャーみたいなね。この、刺すとか刺さったりとかっていうことじゃない。まあ、だからぶつけるつもりはないんでしょうけどね。でも怖いでしょ。あいつら投げてくる人とか、昔いたじゃないですか。いますよね。あの、ガラスのでっかいの。はい。あんなタイプですよ。今でも国会議員が一番多いじゃないですか、そういうの。国会議員なんて言ったら、
だから我々は国民主権者だろ、国民の下僕なわけじゃないですか。そうそう、言い方悪いと、言い方悪いとそうなの。ええ、ただ僕らの方が上なわけじゃないですか。まあそうですよ。何を偉そうにしてんだと。うん、本当にそうと思う。落としちゃうよって、うんうん、入れないよっていう話じゃないですか。いや、見えないと思ってますよ。ああ、うん。秘書さんとかにやるんですか？秘書にやるんですよ。自分の、だから支援者とかには、ニカ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 やるわけですよ。最低ですね。最低。結構ね、私、政治家の秘書ともね、付き合い結構あるもんですから、いろいろ聞くとね、ひどいの多いですよ。あ、本当ですか。ひどいの多い。な、表で、その、評判いい人でも、裏ではっていうのがある。そうです、そうです、そうです。ああ。いや、まあ、もちろんですね、名誉のために言っとくと、国会議員の全部が全部そうなってるわけじゃないですよ。だけど、ちょっとね、この人大丈夫っていう人、いるんです、ね、います、います。もうこれはもう本当にいます。党関係なくってことですね。党関係ないですよ。うん、もう、それはもう自民党から、もういろんな党政党まで全部ですね。あ、まあ、そういう人いるんですね。います、います。もう、名前ここはなるの。やっぱプライバシーもいろいろありますからね。でも、芸人もでも、そうですよ。やっぱり、表はすごく華やかにっていうか、うん、いい風に見えてても、裏返ったらもう一言も口聞かないで、もうなんか、ぼそっとしてるような人もいたりとか、まあ、灰皿まで投げてこないですけど、いたりとか、まあ、手出す人もいますしね。いや、やっぱりね。います。多目的トイレ行く人もいるでしょ。また、いいとこついてきます、ね。まあ、僕そこの事務所の方にちょっとお世話になってるもんですから、なかなかあんま言えないけどね。まあ、まあ。